はい、皆さん、こんにちは。車の大師匠、カカカシノピーです。言えてた？怪しいね。はい、皆さん、こんにちは。はい、皆さん、こんにちは。車の大師匠、カカカシノピーです。はい、今回はこちら、クリンビューのノータッチタイヤジェルグロスというタイヤワックスかな、こちらをちょっと購入したので使ってみようかなと思います。で、見た目がこんな感じですね。どこかで見たことないでしょうか。これクリンビューのコンパウンドスピーディーというガラスの油膜とかを除去するものなんですが、これも同じ容器ですね。僕がよく使っているハイブリッドストロングアルファとこの下の形状が全く同じでございます。で、一応ヘッドは違うんですが、下側は一緒と流用しております。で、ノータッチといったら、タイヤの艶出しクリーナーノータッチ UV っていうものがあるんですが、これの、ジェル版ということで、新しく登場したのかな。どうなんだろうね。ちょっと使ってみないと何とも言えないんですが、結構、このガラス用撥水剤もそうだし、油膜除去剤もそうなんですが、クリンビューさん、この流用するケースが結構あって、この油膜除去剤に関して言えば、すごく使いにくかったんですよね。だから、このタイヤの艶出しノータッチタイヤジェルグロスっていう商品も大丈夫なんかなって正直思ってます。でもヘッドと中のスポンジは変えてあるので使いやすくなってるのかな、どうなのかなといった感じです。とりあえず今回はこの商品を使ってどんな感じか見ていきたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたらこちらのタイヤに使っていこうかなと思います。で、商品がこちら、タイヤの艶出しノータッチタイヤジェルグロスですね。ヘッドは小ぶりになっていますが、容器はハイブリッドストロングアルファと同じです。このヘッドは他にもあるよね、確か、ちっちゃいやつで。個人的にはこの容器がね、ちょっと邪魔しそうな感じするなっていうのはあります。そこら辺もね、ちょっと後でやってみようと思います。はい、そしたらまず使い方ですね。箱の側面に記載されています。1、タイヤが濡れている場合は水気をよく取ってからご使用ください。タイヤが泥などで汚れているときは水で洗い流して水気を取ってからご使用ください。2、キャップを取り外しジェルを押しながらタイヤ側面に塗り込んでください。少量ずつジェルを押しながら繰り返して塗り伸ばすと綺麗に仕上がります。液が出にくいときはキャップを閉めた状態で口を下に向けて軽く振ってからご使用ください。と、簡単ですね。難しいことはありません。そうしたらまず上の方から塗っていこうと思います。で、まずはキャップを外します。こんな感じです。本当撥水剤みたいな感じですね。で、これがフェルトじゃなくてスポンジになっています。で、スポンジがこれ2層になってるね。これちょっと取れるわ。裏と表で違うスポンジがついています。で、スポンジ自体はどんなスポンジだろうな。ピタスポとかとは違うようなスポンジ、ちょっと緩衝材っぽい感じかな。で、今ちょっと押してみたんですが、ジェルが出てきました。こんな感じですね。大丈夫？こんな感じです。危ないな。一旦ちょっと塗ってみますか。ジェルを出して、こういった感じ。あー、なるほどね。ジェル、ちょっと出てこないな。下に向けて振って、でジェルを出す。あ、出てきた出てきた。あ、ちょっと飛び散る。今のところね、正直言うと使いづらい。めっちゃ使いづらい。やっぱこの持ち手っていうのかな、コンパウンドスピーディーだっけな、油膜除去剤の時もそうだったんですが、力を入れづらいんだよね、この容器の形状。撥水剤だったら力を入れずに、普通にただちょっと息を出しながら塗っていくだけなので問題ないんですが、ちょっとね、塗り込めるんだけど疲れる。ちょっと引き気味でいきます。あー、これがめんどくさいな。こう液を出す時にこう下に向けて押せばこう簡単に出てくるんですよ。けど下にこうビチャビチャなるの嫌じゃないです か。理想としてはくっつけたまま押して出したいんですよ。けどこれが出づらい。ああ、なるほどね。あ、これも嫌だな。ホイールのギリギリのとこちょっと塗ってみようと思います。やっぱ塗れないね。これわかるかな。ここの線あるじゃないですか。
この1個奥を塗りたいんですよ、理想としてはね。でこれをこうくっつけた時に奥に入らない、こういった方がいいかな。いやこれでも影で分かりづらいね。まあとりあえずどんどんこう塗っていきます。でツヤっていうのは出てます。これが出ないね。あこうなるんだよね。もう1枚塗れないねやっぱり。でこのジェルが本当出しづらい。で気になるのがここなんですよね、この下の部分ですね。どう頑張っても塗れないよ。ちょっと一旦頑張ってみます。もうこの容器を削りながら塗っていきます。で下の方になってくるとこのジェル結構出やすくはなるんだけど、まあ、これでちょっと後で車動かしてみようと思います。で塗りムラが結構できるわ。ちょっと反対側も塗っていきます。このジェルがねちょっと柔らかいから、こういうところ塗った時に溜まるの分かります？量を調節すればいいんですが、ちょっと柔らかいからこう塗ってった時にここにこう溜まったりするんですよ。これもちょっと一個気になるなと思いました。ほらこれ分かる？この1枚奥ちょっと写真撮っておきますかね。ここがねどう頑張っても入り込まないんですよ。まあこんな感じかな。塗りムラがあるけど、なんか最後タオルとかでちょっと拭いてあげた方が良さそうな感じはしますね。引きで見るとこんな感じです。全体的に濡れました。こう見るとまあ悪くないんだけど、なんか塗りムラみたいなのがちょっと出ますね。でツヤ感は結構ジェル感のあるツヤ感ですね。やっぱりちょっとテカリのあるような感じ。やっぱどうしてもこのなんかいろいろ書いてあるこの文字のところとかなかなか塗れないので、こういうところをやっぱどうしても塗りたいから重点的にねこう結構こう塗っていくんですが、そうすると液とスポンジがやっぱ一体になってることによってこういうまあ白っぽく液だまりみたいなのが起きちゃうんですよね。けどこれを優しく表面だけパッてやるとこの文字の奥が塗れなかったりするんですよ。なんか違うなって感じしますね。そしたらちょっと動かしてみますね。これでどうかな。やっぱ濡れてないところがありますね。ここですよね。まあここ塗らない人とかもいるので、まあ、そういう人はいいのかなとは思うんですが、言うてもかなりギリギリなので、まあ、この範囲だけを塗ろうとしても若干塗れない箇所が出てくるのかなっていう感じはありますね。でまあ次からちょっと塗ってあげてって感じですね。まあツヤ感はまあジェルっぽい感じなんですが、ちょっと使い勝手が悪いかな。以上です。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はこちらクリーンビューのノータッチタイヤジェルグロスですね。タイヤワックスツヤ出し剤、こちらを使ってみました。で使ってみた感想なんですが、まず一番言いたいのは容器共有するのをやめませんかっていうところですね。使いづらい、正直使いづらいです。まあいろいろまあ好みもあると思うんですが、まあ、それで言うとまあツヤですかね。ツヤが一番好み分かれる部分なのかなとも思いつつ、やっぱその使い勝手っていうのかながちょっといまいちすぎて、ちょっと僕はリピートしないかなと思いました。でまあツヤ感に関して言えば、シュワラスターのタイヤワックス僕よく使うんですが、あれよりもツヤは出ます。でプロスタッフのあの瓶に入ってるやつ、あれよりかはツヤは出ないっていう感じですね。まあめちゃくちゃギトギトになるわけではないっていう感じですね。まあ、そこら辺はちょっと参考程度にといった感じで、まあ、一番はやっぱその使い勝手ですよね。なんでこれ容器共有したんだろうなってすごく思います。まあ、もちろんね容器をまあ撥水剤とかのと同じものにすることによってコストをかなり下げて、まあ、安くねいろんな人に使ってもらおうっていう、そういった戦略とかもあると思うんですが、やっぱりね使い勝手が悪いと次は買わないなっていう気持ちになっちゃうんですよね。ハイブリッドストロングアルファとかウルトラハイブリッドドロップがいいだけに、ね、まあそれで言うとあのコンパウンドスピーディー、これも容器共有したことによってすごい力を入れづらい、油膜を落としづらいっていうのがまあありました。でタイヤジェルグロスも力入れづらいっていうか、まあ擦りづらい、あとジェル
液剤ですねが出しづらい。この容器はちょっと硬いんですよね。なんか余計に出しづらい。あとタイヤワックスを塗るときに僕が気にしてるのはタイヤとホイールの隙間、あそこが塗れないで、塗ろうとしてもプラスチックの部分が干渉する、でタイヤの下側容器干渉して塗れないっていうのが、まあ、僕の気になった部分ですね。まあ、ちょっとネガティブな部分が多いんですが、まあ、他の商品、まあ、いいものあるので、まあ、今後ね、まあ、いいものを出してもらいたいと、そんな願いを込めて僕はちょっと今厳しく言っています。まあ、あくまでも僕個人的な意見なんですが、ちょっとね使いづらいなと思いました。はい、とりあえずまあ今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。なんか開けた時に嫌な予感したんだよな。あ、We'll be right back.